常にスキーの指針で滑るような滑りができるかなと。スキーの性能を最大限引き出し、重みの乗った鋭いカービングターンを描き、技術点でも常に上位を争う SAJ ナショナルデモンストレーター、水落亮太。ミスをしないで性能を引き出すために、水落自身が実践している切り替えでの3つの決まり事を紹介します。今スキーがすごく曲がる性能だったり、まあ、簡単に曲がってくれるんだけど、まあ、その中でも、まあ、しっかりスキーのやっぱりセンターをしっかりたわませること、あとはやっぱりどうしてもいろんな条件が不整地だったりあると思うんだけど、柔らかい雪だったり逆にすごいハードな雪質だったり、まあ、その中でもやっぱ失敗をしないっていう、しないで滑ることがやっぱすごく大事っていうか、必要になってくるかなと思うんで、で、まあ、その中でもやっぱりこうスキーの走りをしっかり出せる、やっぱりポイントをうまくつかめると簡単に上達するし、まあ、シンプルな動きなんですけど、うまくいろんなシチュエーションに合わせた滑りができるかな。自分が考えるまあ、ターンの走りとかはあんまりこうスキーの軌道をこうやって変えないで、ある程度もう常に腰の下にスキーがあって、でその中でスキーのターミを出して、まあ、シンプルにそこ戻ってまたターミをた方が多分ターンスピードって上がると思うんですよ。スキーがこうあったとして、まあ、センターポジションでもやっぱりこう切り替えでは今度斜面が出てくるんで、次のこう斜面に合わせて重心が落としていかないと思ういけないと思うんだけど、その中でやっぱりあるこの股関節が動いてくれないと多分後傾になったり逆に前に行き過ぎてしまうんで、やっぱり股関節に、まあ、骨盤とこう前傾角っていうのがすごくポイントになってくるかなと。股関節を下に曲げていくっていうか、ターン中角付けが生まれてエッジが立ったものを切り替えでは谷側の足の股関節にしっかり重さを乗せながら、切り替えることを、お勧めしたいと思います。股関節を曲げていく際に膝の角度が必要以上にこう曲がりすぎてしまうとお尻が下がってしまいます。でこれをそのまま切り替えに入るとどうしてもスキーが体の外に出すぎてしまったり逆に上に抜けるような、動作が出てしまいます。まずは足裏全体で、まあ、雪面に立つイメージでポジションを作って、そこから特にこう雪面真下に自分の重心を、落とすようにするとすごくこう力がぐーっと溜まってくるような感覚が生まれてきます。ターン中盤から後半に必ず今の動きでエッジを外す動きを、作って、でそこからさらにこの角度を深めることにより重心がよりスキーから谷側に移動して、結果 S 字のターン前半が、作れるようになります。